ふぶきテトラ。どうもこんにちは、ふぶきです。以前生茶を使ってゾウリムシを増やすことを言及しました。あれから1週間経ちました。生茶のペットボトルがこっちになります。これがキリン生茶になるんですけど、生茶の色が変わりました。麦茶みたいな色になってます。光に集まる性質があるので光を当ててるんですけど、増えてんのかな、うじゃうじゃ増えるのかなと思ったんですけど、あんまりいないです。こちらはゾウリムシ育成増殖促進飼料です。なんとめちゃくちゃ湧いてます。生クロレラ 0% ですよ。生茶よりもこっちの方が増えてます。生茶は水に色がつくので分かりにくいんですけど、これは透明なままなんですよ。そして匂いほとんどないです。全くないかといったらそういうことではないんですけど、あのウーマルチの独特な香りはしないんですよ。そして水が透明なのでゾウリムシがどれぐらい湧いたのか分かるという、これいいですよ。このゾウリムシ育成増殖促進飼料、今日やる企画はどうするんだって話なんですけど、つまりこのゾウリムシが増えますよっていう粉餌みたいなやつは本当にゾウリムシが増えるんだってことが分かったんですよ。なのでもっと増えるやつ試そうかなと思います。こちらです。和やかゾウリムシ培養粉末餌680円。裏にスプーンがテープで貼り付けてあります。増殖抜群ゾウリムシの粉餌、内容量 30g、 可愛いキャラクターが載ってます。5日に1回程度、1リットルの培養水に対して1から 2g 程度目安に与え、1日1回かき混ぜてください。こちらは和やかから出ております。開けましたこんな感じ。匂いはパン粉に近いです。パン粉の強力版みたいな変な匂いではなかったです。付属のスプーンすり切り1杯が何グラムなのか知りたいので測ってみます。これ裏側についてた付属のスプーンです。すり切り1杯、あ、これで 0.1 グラムなんだ。あ、そしたら結構多いな。1リットルの培養水に対して1から2グラム使用しろと言ってます。1リットルを1000ミリリットルと仮定すると、100ミリリットル 0.1 グラム、100ミリリットルあたりスプーン1杯。私今回400ミリリットルの培養水なんで、このスプーン4杯入れるということだね。400ミリリットルの培養液です。50ミリリットルゾウリムシが入ってます。片方はゾウリムシ育成増殖促進飼料、もう片方は和やかのゾウリムシの粉餌を使います。それぞれメーカーが推奨してる規定量にします。こっちは耳かき2杯分。ゾウリムシ増殖促進飼料の場合は水が透明なままなんですけど、和やかは少し白く濁ってますね。要求量が多いので、この状態で1週間様子を見ようと思います。ご視聴ありがとうございました。バイ。